は、長岡ハイブ長岡にて、オフラインおしゃべり会でございました。あの別のオフラインおしゃべり会でした。長岡にてで2回言ったね今。ありがとうございました。今日は7部8部だったんですが、両部ともありがたいことに完売しておりまして、あの当日券の販売があったんですけども、当日券をそもそも売られないというそもそも売られなかったという、あの嬉しい悲鳴がありました。なんかそんなことばっかですねありがとうございます、ありがとうございます。なんか前回もそうだったんだよな。なんか前回の時もなんか一部そういう時があって、一部っていうかあって、一日そう、ね、ありがたいです、本当にありがとうございます。そう、今日は完売させようってみんなが頑張ってくれてたみたいなので、みたいっていうか今すごいすごいすごい客観視して言っちゃったんですけど、違う、そう頑張ってくれてですね。そう、呼びかけとかしてくれてたのもツイッターと、まあ、当時はツイッターなんで、当時はツイッター旧ツイッターであの見かけていたので、はい、すごいありがたいなと思ってて、7部はなんかちゃんと本当に完売してるのは、なんか噂には聞いていたレベルだったので、そう8部はもう確定というか出てたんですけど、ありがたいですね。そう、8部の方が結構早めにね完売して、ありがたいことに。でそう、だから8部取れなかったって人いて、だ7部、まあてかそもそもね、オフラインおしゃべり会って遅い時間だと、まあかといって早い時間もそうなんですけど、遅い時間だとみんな帰っちゃうんで、で、あ、誰もありがとうございます。そう、帰っちゃうので、なので、そう7部は本当すごい列だった。マジで近年まれに見ない列をしていて、私史上すごい嬉しかったですね。なんかこうみんな、そういろんな人が遊びに来てくれてて、でも今日はマウント合戦っていう、まあ、マウンテンとかけてね、マウント合戦っていう企画というか、まあテーマですね、お話のテーマを作ってみたんだけど、まあ何話そうか悩むみたいなタイプの方に、あとまあいつも何度もループしてくださる方とか、そういう方にご好評というか、ハマってて楽しんでいただけててよかったなって思いました。うん、そう、別にいつも通りだったり、ファイナリストライブの感想とかね、そう、確かに前回はあれか、東京だったかと思って、そうそうそう、だから楽しく、あっという間に2部終わってしまいました。本当にね、完売すると時間ってぴったりなんだなって思った特に7部はすごいそれを思ったんだよね。7部の始まりほぼほぼぴったりで始めて、で以上この時間をもちましてみたいな、この時間をもちましておしゃべり第7部
オフラインおしゃべり会を終了とさせていただきますのタイミングでお時間ですって来たんですよ。そうビビった、えこんなビタビタなのって思って、途中でさ休憩も別に大してしてなかったからさ、あのお水飲む時間ぐらいしかなかったからそうお水飲む時間しかなかったのでビタビタに終わりましたね。8部どうだったかな。8部はそもそもね告知がなかった気がするんだよな。そうあのそう受付終了となりますみたいなのあったけど時間終了はなんかなかった気がするんですよね。だからちょっとそこまで分かんなかったんですけど、7部のビタビタさやばくて感動しましたそうハートありがとうございます。そうそうなんです。だから今日は本当に一度も列も途切れることがなくね、ありがたいです。楽しかったです。やっぱメールにも書いたんですけど、そのおしゃべり会普段新潟市とか東京でやってるからなかなか上越とかのあたりの方とか長岡それこそ長岡とか中越とかちょっと新潟市はやっぱ遠いよっていう方からすると長岡は多分来やすいんだろうなと思ったし、そうなんか今日初めましての方とか初めて現地参加してみましたっていう方も多くてね、なんかでもその中その方々の中ではあの別にその長岡だからっていう理由じゃない方もいたと思うんだけど雰囲気的に。そうここ1ヶ月ですごいそうすごい気になり度が上がりましたっていう方も多かったので、もうそれはもしかしたらねもしかしなくともですけど、そうもしかしなくてもみんなが呼びかけてくれてたおかげかなとも思って、からね、ぜひ他のもお越しください。8月20日にはお大釜があるんですけど新潟で、みんななんか暑いの嫌っつって暑いの嫌っつってなんか来ないみたいな話をチアラホーラ聞いたんですけれど、メンバーはいるんだからねっていうメンバーはいるんだから一緒に熱中症にならないための努力をしようぜって呼びかけをしました。そうそうそう。ハワイアンムームーを着ます。まあ暑いでしょうね。ね、なんかもうドライアイス巻こうかなとか。絶対にできないけどドライアイス巻いていこう、もう巻くってこう、巻く。ドキメッセで涼んでください。今回のねハイブ長岡はすごくすごく素敵な会場でしたね。まあちょっとあれなのかな、アクセス自体はすごく、まあでもどうなんですか、別に大釜とどっこいどっこいじゃない別にどっこどっこいなのでは、わかんないけど、あまあでもバスが出てるか。そうで今回の会場はすごい涼しかったし、そうそうそう涼しかったし涼しかったので、あと会場も広いんだよね、だから踊りたくなった。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、駐車場が無料、あそりゃいいね、
そうだから駅からちょっと遠いくらい。でも全然。近くにアピタあったんだ。ごめん、それは知らなんだ。それは知らなんだですね。まあ青森がいいな。そりゃ青森の凄さはわかるけど、だって直結なんだもの。ちょっと何度もお邪魔してるからね、あれですけれど。まあでも本当に涼やかで良かったな。そこはやっぱメンバーも環境的にはやっぱり、私は2部ですけど8部やってるメンバーからしてみたら、灼熱でやるのと涼しい環境でやるのとだとだいぶ体力の消耗のね、スタミナの減り具合が変わりますから。確かに車だとね、ハートもありがとうございます。 HP が回復していく。あ、意外といい時間だ。明日は噛みすぎ。明日はもともとなんかゼルダやろうかみたいな話してたんですけど、あの体調がちょっと貧血気味だなって思ってて、車酔いをしがちだったんで今日、だから明日はやめとこって思ってましたってか思ってます。なので来週の平日かな、平日かいくらかにいくらかにやろうと思います。そうだから明日はそんなに長くしないかも。そうそうそう、まあ自分のことはね、自分が21年間向き合ってる体ですから分かると思うんで。そうすぐ酔うからゲームはすぐ酔うんでね。別に元気です。でもあの本当にゼルダ始めて数日、初日次の日その次の日ぐらいまではゼルダやって終わって体調悪くて寝込むっていう、その日ガチね。これ別にその体調が悪いんじゃなくて、あのマジで体質なんですけど、だからもう現段階で勘として良くないなって思ってるから。そうでもね、そうゼルダやっててやり続けてたらそれは大丈夫だったんですけど、それはね治ったんですよ。そのやりすぎっていうか、ゲームやりすぎって言っても 2,3 時間とかでもだよ。別に10時間やったりとかっていうわけじゃなくて、 2,3 時間やっても寝込んでたんだけど、別に1回2回ぐらい多分ね10時間ぐらいぶっ続けでやったことある。10時間はやってないかさすがに。でも10時間近くぶっ続けでやっても全然元気だったりした時もあるんで、それはもう 1,2 ヶ月前の話なんですけど、ちょっと今ブランクがあるんでね、念には念をということで。はい、なんで明日は普通に配信しようと思います。体調次第ですけどね。いやゲーム部のゲームもね、酔うときは酔うよ。だから酔い止め飲んだりもする、やるゲームによっては。そう画面酔いするタイプだったらあの飲んじゃうし、そうそうそう、今日お水あのさ、レーンが、私サーヤのレーンの後だったんですけど、7部の時に私自分で水持ってきてて、8部自分で水持ってこなかったので、もともと水置いてあったから、
あ、なんや持ってこなくてよかったやんと思って7分自分で持ってきて水飲んでたんですけど、8分それで持ってこなかったら中身が全然なくて、そう、これ私の水じゃないって言いました。聞かれててすごいみんなに笑われましたね。そう、サーヤの水の残りでした多分あれ、多分あれ、そう多分あれ、そう、8分に気づきましたね。だからちょっと意味わかんない、そう、意味わかんない挙動しちゃったんですけど、そういうことでした。はい、おいではあと2分でございます。早いね。よし、それでは壇上読みましょう。13位赤道のターボー、12位突破球さん、11位小型の大型さん、10位日和ゲタさん、9位くじちーさん、8位トールさん、7位パックさん、6位新一さん、5位ゆかおしちーさん、4位星太郎さん、3位ベロさん、2位ヨッタさん、1位タムヒロさん、ありがとうございます。ありがとうございました。イエーイ。はて、まあインスタとかもねたまに、ボボのチラシも貼ってあった。え、確かに私さ、帰り道にさ、なんでリカさんの表紙のチラシって思ったけどさ、あれそういうことか、サーヤの残りがってことサーヤののサーヤン、そういうこと。え、まあいっかそういうことか。なんかさ、どこの、ん、なんで、私もさ帰りに気づいて、ん、なんでって思ったんですけど、なんかどこの辺にも貼ってあるのかなって思ったら、そういうことか、サーヤの残りがね。はあ、やっと理解できたわ。なんだそう、私から確認できないから知らなかったそれでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。